長の野望大使リズムパワーアップキット。はい、信長の予防大使 with パワーアップキット。今回からですね、新しいお家で始めていきます。まず新しいお家を始める前にですね、超級の確認の方をしていきます。はい、超級モードになっておりますね。はい、で、今回ですね、リクエストにいただきました。川中島の合戦。戦いっていうような形でリクエストいただいたんですけども、合戦のところで合ってるかと思います。の、大友家で、キリシタン大友ですね。大友家で、リクエストの方をいただきました。容赦はせぬぞ。まあね、自分のプレイスタイルに合ってる志ですよ、ということで、リクエストいただきましたので、やっていきたいなと思います。まず、志の方を確認していきたいなと思います。ノーヘアシガルの死亡率が下がる。鉄砲の取引量が増える。拠点の人口が増えやすくなる。寺神社のある拠点の兵収入が減る。はい。南蛮道のある拠点の、証券金銭収入が増える。拠点の増える。兵糧の、まあ、収益が増えるってことですね。まあ、南蛮道っていうのはどんなものなのかあんまりよく知りません。領内の港の証券の港が簡易港と貿易港かなと同じ扱いになる。ほう。証券の独占。ができなくなるってことですね。はい、わかりました。独占なんかしないから大丈夫ですね。解明の方ですね。キリシタン、民衆が5上がる。武将の忠誠度が5上がって、っていうことで。これあれですね、大宴会の強化版みたいな感じですね。なのでまあ、大宴会とこれを使えば、一気に、ポーンといくような感じですね。ただ、対面ポイントはちょっと、使いすぎるかな。うん。闇取引があって、あれですね。証券のやつがね、商いがありますね。はい。ということで、いいんじゃないんでしょうか。闇取引あればね、まあ結構楽ですね。うん。まあ、母兵がついてればね、すごく楽なんですけどね。はい。母兵はちょっとないですね。で、豊作関係ですね。あれはないですね。ここら辺のアクロ走破とかはないですね。商業は多いんで、まあ、それで進めてお金を確保していきましょうってやつですね。農業もちょっと少ないような感じかな。まあ、論議は結構ありますね。ではね、進めていきたいなと思います。この志。必ずや果たしてみせようぞ。ご命令を。はい、ということで、いきなり、まあ、領土も大きいですしね。うん。良さそうですね。じゃあ、歩兵の方をしていきましょう。承知いたしました。はは、は、承知いたしました。はい、ということで、かなり大きいですね。は、初手はかなり大きいかなと思います。承知いたしました。特に大きい家はなさそうですね。ということで、まあとりあえずね、
最後、自分が、落とすお湯はね、どこのお湯かもね、皆さんね、考察しながらね、始めていってもらえればいいかなと思います。あー、これ。あれだ、モールさんと隣接してるから、中性能とか、ガンガン下がってくパターンのやつですね。はーい。わかりました。じゃあ先生報告、どこ先生報告しても問題なさそうですね。竜王子さん。こうなったら、容赦はせぬぞ。まあ、こっちも行ってもいいですけどね。竜王子さんはどのぐらいいるんだろう、兵が。見ていなかったからわからないんですけど。4700。おー。ここに向かえば出てくるんですね。ちょっといっぱい兵持ってくのはもったいないんでね。お、いいですね、この武将強いですね。進め。どうすんならこっちも行きたいね。まだ武将余ってるからね、こっちも行こうか。こうなったら容赦はせぬぞ。助け立ちするぞ。手を貸してやろう。したらここもあれか、外れたのか。したらついでにここも行こうか。こうなったら容赦はせぬぞ。いい感じだね。じゃあこんな感じで。進め。じゃあこんな感じでね、進めていきたいなと思います。桶狭間の戦いですね。あー、ということは。家康くんが独立するやつですね。で、吉本が討ち死にしたってやつですね。これ、何なんだろうね、このね。うん、この人、あんまりちょっと自分よく知らないんですけどね、この、なんか結構、なんか有名なんでしょうかね。うん。この坊さんはよくわからないですけど。あ、気づけ、まあまあ、一応、いいでしょう。報告いたします。結局出てきてくれる言うて、出てくんなかったね、これ。
進め。こっちも出てきてくれ言うて出てきてくれなかったね。騙されたね。これすごい時間かかるやつですね。一応強化20日ですけど、これ全部落とすときに一回倒しとかないとね、時間かかっちゃうんですよね。51日。こっちまでちょっと倒せないね、多分。見たか、我が軍略を。かたじけない。手を打ちましょう。進め。まあ1なんで多分すぐにここも落とせるね、武将が1だとね。うん。1なのに43日かかる。で、清須同盟ということで、これは、ノッブーと、家康くんの同盟がね、始まりますよっていうね、ことです。では飛ばします。報告いたします。ご命令を。あ、これあれやってなかったわ。委任やってなかったわ。商業農業配属人のカスタム委任ですね。こんな感じでいきます。承知いたしました。建築しまったね。ちょっと色々とやり忘れてたので、まず漁港を作ろう。承知承知いたしました。はっ。ここは本当はね、漁港を作らないのがいいんだけどね。防衛、中国からの防衛ラインとしてやっときたいんですけど。かしこまった。ここはいらない、撤去。はっ。承知いたしました。かしこまった。かしこまった。承知しました。承知。あとはここか。かしこまった。ここも作っとこう。はっ。はっ。漁村がいっぱいあるから、ここ、宿場町作っても良さそうだね。で、ここを宿場町にして、あと漁村が2個作れる。ほう。承知。はっ。ここも漁村作れるじゃな。撤去で漁村。かしこまりました。で、あとは、貯水池ですね。かしこまりました。はっ。かしこまりました。かしこまりました。あとはちょっと貯水池作れる部署はいないですね。はい、では進めていきましょう。来月表情あるのかな。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。
報告いたします。これより表情を行う。何を進めていこうか。論理商業でいいかな。最初論理商業これにて表情を終える。あ、闇取引ができるから、これ、ちょっと、こっち行くと、あ、こっち行っても大丈夫か、残るか。でも、タイミングが足んないね。タイミング取ろう、今度。命令を。何にしとて、いろいろとミスってますね。はい。悪いが、この城、もらったぜ。ことじけなし。行くぜ。進め。で、今度こそ出てきてほしいですね。この戦、我らの勝ちぞ。手を打ちましょう。で、こっち行こうか。でもこっちの方が1だからね、簡単でしょ、落とすのは。遅れを取るな。うん、また出てこない詐欺、出てくる詐欺ですね、これね。で、強行33日ってね。交渉ついてるけど、交渉しないでいきます。通称は、結ばなくていいや。報告いたします。ご命令を。あ、こんなヘルプなんかいつも画面あったっけ、こんなの。あったのかな？なんか初めて派手ながらなんか気になっちゃいましたね。あとはもうほっといていいかな。母兵しようか。この辺ね、母兵してないんで。どうすこの辺もそんな使わないんだよね、もうね。承知いたしました。じゃ進めていきます。あ、手紙どうなんだろう。とりあえず片付けない赤い武将にはあげて。片付けない。ダメだ、これはダメ、ダメでしたね。はい、この城もらったぞ。行くぞ。じゃあここで。遅れを取るな。なんだよ。もう終わりか。はい、カカイさんね、強いですね。まだ結構長生きするかな。でも最後まで使えるんじゃないのかなと思います。これ出てくるかな。出てこないか、やっぱここも。戦争4ヶ月経過してる。合流。2500。もう一個ぐらい合流しないと。他にどっか出る場所ない？ここなら出るか。何はいらないかな。4000円あればいいか。で、集合場所はここ。我に続け。手を打とう。まあ、間割ろうか。38日。34日。じゃあこっちから。間割るより端っこから行きましょう。我に続け。じゃあ進めていきます。標高25日ですね。報告いたします。
命令を。交渉だね、交渉しよう。歩兵します。承知いたしました。じゃあ進めていきましょうか。ちょっとキリシタンになった方がいいですよ、鍋島さんね。はい。攻めからお願いします。あ、そうですか。時間稼ぎだったんですね。ここで時間稼ぎちょっと痛いですね。使いの者が来たようです。無理です。見たか。我が軍略を。かたじけない。行くぞ。じゃあそのまま竜宮さんね。出陣せよ。今日48日時間かかるね。報告いたします。これより表情を行う。あれだ、対面を使い取りたかったんだね。闇取引用にね。34、これにて表情を終える。これ商業の、あー2個、いやー闇取引、はい、また待ちます。まあ商業で結構これで足が速く なったんでいいのかなと、うん、かしこまりました。まあそこ、まあそう思わないとやってられないですね。はい、じゃあ進めていきましょう。方位73中、方位の方がいいね。じゃあ、あと73日後、6、7、8、9ヶ月目ぐらいに落とせれますね。まあ、問題ないでしょう。使いの者が来たよ。従属だったらいいけどね、相良さんね。これは無理です。使いの者が来たよ。あ、無理です。報告いたします。ご命令を。じゃあそのままちょっと進めていきましょう。計りごとなき者よ。滅びるなよ。そのままこっち行きます。出てきてくれるんですよね。進め。でも詐欺なんですよね、本当に。出てくる詐欺多いですからね。出てこなかったですね。標高34日、工場ついてるから工場しようか。まだ詐欺っぽいですけどね。商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。ああ、農作業やってなかったね。農作業。農地の少ないところからね、やっていきます。承知いたしました。では、進めていきます。はかりごと大きは勝ち、少なきは負け。戦の極意。解散、お願いします。全部解放、お願いします。あ、いいですね。いただくとしよう。行くとしようか。じゃあ、行きまーす。攻め込め。さあ、人から出てくればいいんですよ。10年早いわ。はい、鍋島さんね。仲間になりましたね。ではじゃあこの松浦家行きましょう。こうなったら容赦はせぬぞ。では進めていきます。進め。
ああ、戦力不足か。壊しようか、これ。あと3ヶ月は、厳しい。うん。壊します。承知いたしました。一回返します。ちょっとここら辺歩兵して、あれですね。こっちですね。うん。お、男だね。出てきてくれるのはいいですね。標高16日です。報告いたします。これより表情を行う。まあ、武将もだいぶ増えたんでね。対名と商業。でも論議も欲しいんだよね。そろそろ厳しさも使いたいですね。こんな感じで。あ、でも論議ポイントあるね。これで経営者に使えるね。これ見て表情を終え。これ。まあ、この時代としてはいい武将じゃないんですよね。すまねえな。はい、ではですね、キリシタンね、使っていきたいなと思います。まず闇取引もね、使いたいですね、闇取引。この志、必ずや果たしてみせようぞ。で、キリシタンね。これ、武将の忠誠度は5。で、民地は5上がるんで。本当に民地5上がるのかな？この、46、46ですね。今46。この志、必ずや果たしてみせようぞ。そうですね。5上がりましたね。これかなり大きいですね。で、忠誠度もね、もう赤い武将いなくなりましたからね。あれ？ここで、こうで。すまねえな。竜造さんに2枚あげよう。すまねえな。すまねえな。うん。で、手紙もほとんどね、使わなくなるのかなと思います。はい。まあ、こんなところで、第1話はね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。